まあ、6年ぶりに来て一番驚いたのは、こうメディアとファンがものすごく多く増えたことですよね。6年前にもロシアで僕のことを知ってくれている人がこんなに たくさんいるんだっていう感激はあったんですけど、今日はやっぱりこうその桁が何倍にもなっていて、ですからボルガーの、ね、方々のその努力もすごく感じましたし、もうファンの期待というのも本当に強く感じました。そうですね、まあ、ずっと東京を描いてきたので、こうちょっとお客さんに飽きらんてきちゃってるような気もするんですよね。ですので、まあ、これから次の作品を考えなければいけないんですけど、まず東京にするのか東京以外の街にするのかというのを今まさに悩んでいます。その上でこうモスクワとか海外を描いてみたいという気持ちはあるんですけども、でもいや、ただまあ住んだことない街をどこまで描けるんだろうってい こう不安もあって、今なんかいろんなことに悩んでるんですよね。モスクワは特にでも風景はもう本当に美しい街だと思いました。あんまり周りをゆっくり歩く時間はなかったんですけど、でも車の中から見るだけでもなんて綺麗な街なんだろう、歩いてる人々も美しいし、食事もなんだかすごくね美味しいし、食事も美しいし、渋滞以外はもう大好きです。そうですね、イルクーツク、大学生の時にイルクーツクに、まあ、旅行に行ったんですね。でバイカル湖を初めて見て、もう海のように広くてすごく透明で驚いたんですけど、今日たまたまなんですけど、その冬のバイカル湖の写真を見せてもらったんですね。ただもう本当にこうなんか夢のような風景で、透明な水がずっと凍ってるんですよね。あ、これは映画になるかもっていうことはやっぱり少し思いました。でもなんかね、ビジュアル的にはディズニーのフローズンですか、アナと雪の女王フローズンみたいになっちゃうかなっていう心配もあります。まあ、確かに意図的にやっています。今回天気の子には君の名の滝と三葉が出てくるんですが、僕は滝と三葉がこう東京に出てきて日常生活をどんな風に送ってるかというのを少し描いてみたいと思ったんですね。前作だと描けなかった部分を、特に2人のキャラクターはとても人気があったので、こう観客へのサービスの気持ちもあったし、まあ、自分もその描いてみたいという気持ちもあったし、そんな理由もあって今回はその2人を同じ世界の中に出しました。次の作品も同じ世界にするとこうだんだんなんか作品を作るのが大変になっていっちゃうと思うんですよね。キャラクターもどんどん増えていくし、あと君の名ではこう隕石が落ちて天気の子では雨が降り続いて、どんどん日本が大変なことになっていってしまうから、ね、本当にアベンジャーズみたいなこうすごい大変な世界になってしまうので、ちょっと次回はもしかしたらまた全然違う世界を描くのかなという気がしています。